今ですね、ホルモン焼きのしのぶさんに来ております。久しぶりですね。うん、まずはですね、チューハイをいただきたいと思います。チューハイ、プレーンです。ああ、美味しい。注文はですね、串焼きのアゴ、ガツ、ホルモン、バサにしました。全部ね、タレにしました。このタレがめちゃくちゃ美味しいんですよ。うん、今あのアゴ肉を焼いてもらってます。ここのホルモンは注文してからね、あの部位をカットしてあるんですよ。せやからすごいね、あのなんていうの、カットしたて串打ちがね最初からされるんで、すごいいいですよ。本当にもう新鮮なホルモンが食べれて一切臭みないしね、まさか豚ホルモンとは思えない美味しさというか、もうすごいんですよ。すごくこだわりが感じられますよ。で、あの、ね、ママさんの手際がすごくよくて、ちゃちゃっと切って、ちゃちゃっと審査して、で、焼くというね、感じですわ。すごいですよ、本当にね。もうね、ここは定期的に食べたくなる、お店ですわ。ホルモンしのぶさん。うん、もうね、ニンニクの香りが、ええ香りがしてきましたわ。もう出来上がりですよ。 ありがとう、すみません。はい、はいはいはい。これはね、アゴですわ。アゴの串焼き結構ね、重たい重たい。うまそうでしょ。ピザを食べたいから、ああ、ピザを、パンと食べた瞬間、バキーンって、みんながびっくりする音して、相当、おいしい。なんか気色悪い。よくよく考えたら、その次の日にもう焼き取って入ったりとか。このね、顎肉、めちゃくちゃ落ちるから。しかもこんなでっかいね、分厚い切り身100円。めちゃくちゃ美味しいから。あ、うまいわ。お酒進みまくりますわ、マジでね。うん、マジうまい。もうこのタレがね、もうほんまに絶品やね。で、このホルモンもね、一切臭みないしね、すごいよ。うん、こちらですね、ホルモン来ました。ホルモンで、バサも来てます。どっちもね、おすすめ、どっちも美味しいんですよ。いつも食べてるメニューかもしれませんけどもね、食べてしまいますね、ここ美味しいから。今はね、これはホルモン、ホルモンから先にいただきますよ。たまらん。それはまだなかったか。うまっ、うまっ、すっごいうまい。うますぎてもううなるしかないですわ、本当に。チューハイおかわりもらおう。2杯目チューハイです。まあ、次はね、バサ、神戸名物バサ、灰 の部分ですね。これがね、ふわっとして柔らかくて美味しいのよ。めちゃめちゃ美味しい、これも。
幼稚園の時は毎日チョコがあって、俺らの時は良かったよ。あー、うまいな。みーちゃんもっとうまいから。うまいな。小学校3年生でやけだって言いましたからね。ガツが来ました。こちらガツ、こちらガツです。飲み物何しますか。生、うん、コリコリとね、した歯応えもあって、噛んだらなんか肉汁が出てきて美味しい、うん、めちゃくちゃ美味しい。この味噌だれがね、もう天下一品ですわ。すごく美味しいから、うん、たまらん。こちらですね、今タンを焼いてもらってるんですけども、これもね、一回一回ね、切るところから始まるんですよ。で、なんでこれいっぺんにね、仕込みで切っとかないのかなってちょっと伺うと、やっぱり臭みが出るらしいですね。その辺のこだわりですわ。臭みね、極力避けたいっていうことがあるんでしょうね、うん、だから、注文してからねカットすることによって臭みが、少なくなるというか、まあ臭くないんですよ。全く臭くないんですよ。全く臭くない。豚ホルモンかほんまにと思うぐらい臭くないんですよ、このホルモンは。やっぱね、少しぐらいね、匂うというか、そういうのあるんですけど、ここは一切匂わないです。本当にすごい手際よくね、こうやってねカットされてるんですよ。これも手間やと思いますよ。普通だと注文するねから串打ちする大変ですよ、ね、注文する前に、ね、仕込みで作るのが普通やと思うんですけど、ここはね注文してから串打ちされるんで、もうこれこだわりですわ。で、なんでかって言ったら、やっぱり臭みが出るからと。臭みを出さないためにその場でカットしてから焼くっていうことをやられてるそうです。こだわりがすごいです。ぜひね、しのぶさんのホルモンを食べていただきたいと思います。こちらですね、タンですわ。タン、これもね美味しいと思う。豚のタン300円です。注文してからねカットされて焼くというね、こだわりを感じます。ちょっとタンをいただきます。タンです。あ、すごいうまい。これ何これ。あのね、新鮮っていうか、なんか歯応えがあるんですよ、タン、うん、で噛めば噛むほどね美味しい。あ、これタンも食べてほしいなと思いますね。うん、うん、うまいわ。いやね、ちょっとレモンを絞りますわ、軽く。あんまりね、僕ね、こういうのレモンを絞って食べたらあんまりしないんですけど、うん、でもちょっとまあ一応絞ってみましょう。いただきます。レモンをかけたバージョン、まあ、レモンかけなくても全然美味しい。うん、うまっ。あ、塩コショウの加減もめちゃくちゃいい。うん、うん、ここはね、どちらかというとほんまにあんまり教えたくないぐらいのね、すごい美味しいお店なんですよ、うん、でもね、教えたくない店っていうことは、まあまあそんなそういう気持ちっていうことですけど、全然教えたいんですよ、うん、でもそれぐらいめちゃくちゃ美味しいね、うん。こちらハツです。ハツをハツで食べる、しょうもないね。ピョン、いただきます。ハツ、このハツはね、またね、バサバサと違って、バサは柔らかいで、ハツはちょっとだけ歯ごたえある、うん、どっちも甲をつけがたい、うまい、うん。
たまらん。あ、こちらですね、つらみです。つらみ、まずはね、塩コショウをちょっとつけて食べてみてくださいということで、で、こちらね、つらみのタレですわ。とりあえず、塩コショウをつけていただきましょう。ちょっとこれでいただきます。つらみのね、塩コショウバージョンです。いただきますよ。うまっ、うまっ。塩コショウもなんかあっさりして美味しいわ。うん、これもあり。次はね、タレで食べてますわ。ですね、タレにつけて食べます。このね、タレもまたね、いつも焼きだれと違うんか、似てるけどね、ちょっとタレつけてバージョンでいただきます。つらみの、タレをつけたバージョンですよ。あ、うん、どっちも甲を続けがたいですね。どっちも美味しいわ、本当に。でキャベツもまたね、このタレにつけると美味しい。このタレ万能ですわ。うん、すみません、ありがとう。もう飲む飲む。こちら、ですね、顎とタンとハツが入ったね、カレー。これハートマーク、うわ、潰れちゃった、ハートマーク潰れちゃったけど、これうわー、絶対美味しいやん、こんなん。うわうわ、いっぱいね、いっぱいホルモンが入ったあのカレーですよ。うわー、これあかんわ。いただきます。めちゃめちゃ美味しいわ。うわ、これちょっと待ってよ、ご飯にかけたらいいよ。これご飯にかけたら絶対やばいやつやわ。すっごい美味しいね、これ本当にうまい。うん、これね、めったに多分ないと思うんですよね、気まぐれというかあれなんで。うん、めちゃくちゃ美味しい、ほんまに。これやばい、これはもうすごいうまいわ。なんかルーが市販のルーなんですけどとおっしゃっていただいてるんですけど、中に入ってるものがね、やっぱり違うもん。美味しいよ。カレーにはもう一つ特徴がありまして、これカレー、あのカレーの中に大根が入ってるんですよ。大根、皆さん想像つきます？カレーに大根って。この大根がすっごい美味しいらしい。いただきますよ。うまっ。あ、これはあのおでんの大根とかも美味しいけど、カレーの大根ちょっと初めて食べましたけど、すっごいうまいわ。あ、これはちょっとやばいですね。これ絶対ご飯と食べたいですわ。ほんまにめちゃくちゃうますぎて最高ですわ。すっごいもうたまらん、これ。しのぶさんでね、ようけ食べましたわ。今日はもうね、めちゃくちゃ食べました。で今日はね、店内でエンディングですけども、なぜかというとすごく雨が降ってるからです、ということです。でね、嬉しかったのが、今日は、ここのお店で飲み食べしてたら、視聴者さん4名の視聴者さんにお会いいたしました。お声掛けいただきました、ありがとうございました。でね、
ステッカーももらっていただきまして、めちゃくちゃ嬉しいです。とです、いつもですね、山寺の YouTube を見ていただいている視聴者の方々、本当にありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録もしていただくとすごく励みになりますので、よろしくお願いいたします。